はい、皆さんこんばんは、おしょうでございます。クラクラクやっていきましょう。先日生放送で、ジゴフィゼターを2体増やしました。あ、ちなみにこいつら、俺ジゴフェスみたいなこと言ってたけど、なんかジゴフィゼターっていうらしい。なんかジゴフィゼーターとかそんな風なこと言ってたと思うんだけど、ジゴフィゼターらしい。確かにそっちの方がは、あれだよね、英語表記の発音としても近いよね。はい。で、まあこの今目の前でくれるこの2匹が一応新しくテイムしたジゴフィゼターになります。なんか言い慣れないな。それぞれ、メレー個体と体力個体でか、ね、テイムしたので、まあ、ブリーディングすればいい感じになるかなっていう。ただ、両方ともオスだから、一回ちょっとメス挟まなきゃいけないんだよね。ただまあ、メスはね、一応、まあ、ずっと乗ってるこの子がいるから、とりあえずこの子と掛け合わせちゃおうかなと。で、一応この子もね、どっかで掛け合わせたいんだよね。ステータス的にはまあ、体力がちょっと高めだったんだよね。後々になって調べてみたら。まあ体力やや高めだから、一回ちょっと色遺伝させる目的でもこのことも掛け合わせようかと思ってる。まあちょっとここら辺のねブリーディングはちょっと考えるわ。ひとまずね4匹を増やす予定だから、8匹までね群れボーナスかかるから。で、今回テイムする生物なんだけど、まずはねちょっとあの子をテイムしようかなと。はい、バシロサウルス55レベ。一応ね色はねこんな感じで見てもらうと分かるんだけど、ピンク色です。はい、ちょっと待って、ちょっとほらピンクと紫だね。このいいカラーリングのバシロサウルスが生放送中に俺の水槽に紛れ込んできたのでね、あの命知らずにもね、命知らずにも紛れ込んできたので、まあその勇気を免じてその蛮勇を買ってテイムしてやろうという。まあ55レベルだしいらないかなとも思ったんだけど、まあバシロサウルスの、ね、イベカラもいなかったし、まあなんかの巡り合わせだろうということでね、ちょっとテイムしようかなと思います。まあサクッと終わるでしょ、55レベルだし。こんなん出たっけ。今のってバシロの噛みつき。食べる時のモーションでダメージ当たるんだ。はい、オッケー。まああっさりでしたな。綺麗だね、なかなか。いい感じに綺麗になってるわ。紫芋みたいな感じになってる。ね、形も相まって。この線の部分、普通だったら白くなってたりする、あの線の部分が薄ピンクになってるのがいいね。ワンチャン色入れん用にブリーディングありだな。まあ、ステータスはちょっとお察しだけど。まあでも、82レベルで体力7000とかあるんだ。バシロやっぱ強いな。さて、何かの縁でテイムすることになったピンクバシロちゃんはこれでよし。では、今日の本命に移ろう。ただ、ちょっと本命に移る前に一つだけ言いたいことというか、伝えたいことがある。ショニサウルステイムしたいって言ってたじゃん。なんかどうやらショニサウルスはアクアリアモッドの中でも相当難しい部類に入るらしくて、なんかそういう風な感じになるんだったら、ちょっと俺アクアリアモッドの鳥ってわけじゃないけど最後の方にちょっと回そうかなと。まだまだね、ほれテイムしたい生物とかいっぱいいるからさ、まだほれずっと狙ってるオフィタルモサウルスとかもまだテイムしてないじゃん。だから先にそういった奴らを片付けて、よし、そろそろいいかなっていう頃合いの時に、ショニサウルステイムしようかなと思います。結構、あっちこっちにいるんだけれども、なかなか難しいらしい。ちょっとね、今からね、震えが止まんないね。というわけで、ショニサウルスを後に回すとして、いよいよ今日の本命ですね。はい、あちら。リオプレウロドンっていう風に見えるかもしれないけど、あれはクロノサウルス。ついにね、高レベ見つけたんですよ。まあ130だけど。できれば140とか、てか135だったらよかったんだけど、まあ、130でもいいでしょう。なんかまあクロノサウルスとりあえず湧いたのでね、高レベがなかなか湧かなかったんだよね。結構クロノサウルスはこのシリーズの初期の頃から何回か見かけてたんだけど、なぜか高レベにずっと巡り合えなかったと。しかし今日何の運命か巡り合うことができた。きっとバシロサウルスのおぼし飯、そんなことはないと思うけど。というわけで今日はこいつをテイムしようと思います。ただこいつはね、なんかね一番簡単らしい、アクアリアモッドの中で。ショニサウルスが一番難しい一方で、クロノサウルスは一番簡単かもしれないって言われてるぐらいで簡単らしいんだよ、こいつは。襲いかかってこないな。あ、待った。陸に上がったりすると死ぬかもしれん。オフィタルモサウルス一回死んでるからね、それで。こんな図体してるけど、襲ってくることはないのかな？ん？ちょっと待って。待った。あ！え？え、こいつ手渡しテイムなの？え？こんな怖い顔してて？え、こいつ手渡しテイムなんだ。え、マジか。俺がっつり気絶テイムだと思っていろいろ持ってきたんだけど、開けてみる。ちょっと開けてみよっか。
げられた。あげられた？食べたモーションした今。あ、いや、待った。あ、オッケーオッケーオッケー。進んでる進んでる。ちなみになんだけどさ、一番簡単っていうことはさ、紫キブルとかなのかな？どうなんだろう、わかんないけど。一番簡単ってこういうこと？こういうこと？単に手渡しで終わるって感じかな。たださ、こう、なんか動きがトリッキーすぎて、わかるかな？なんかすごい荒ぶってんで、なんかね、上げる表記がすげえ見えねえ。これ、こいつ。こいつ動き早いくせにすごいなんかこれ、上下左右になんかグワングワンしてるからさ、すげえ上げづらいんだけどさ、押せえと思ったら俺、あれじゃん、フィンつけてねえじゃん、ウルトラグライドフィン。それはサブノーティカだ。あ、気絶値ないね。今見えた。あ、ないないない、気絶値。ほら、気絶値ないわ。じゃあ、もう、これあれだね。手渡しテイムオンリーだわ。最近はさ、テイムしたいね、高レベルの生物がさ、結構拠点の近くとかに湧いてくれるから助かる。ほら、もうすぐそこだからね。曲がり間違って殺されてもすぐに駆けつけられるし、なんか準備足りねえなーとか、麻酔薬とか足りねえなーってなったらすぐに取りに帰れるからね。ほんと楽だわ。あ、え？うわ、マジ？なんか、マンタ襲いに行っちゃった。ああ、マンタ負けたわ。これはあれじゃないか。リセットになっちゃったんじゃない？あ、テイム効果 100% のままだ。まだ大丈夫だわ。マンタ襲いに行っちゃうのか、能動的に。人間は襲わないけど、マンタは襲うと。なんだろう、なんか違いでもあんのかな。まあいいわ。とりあえず無事ならそれで。ちょっと近くに嫌なやつが湧いたな。あれが襲ってこないといいけど。もしくはクロノサウルスが襲いに行かなきゃいいけど。クロノサウルスとホウジロザメだったらどっちの方が強いんだ。ホウジロザメは出血攻撃だからな。ただクロノサウルスもね、なんかもしかしたらなんか出血を持ってるような気がしないでもないんだよね。メガロドンと喧嘩してることよくあるけど、なんかやっぱりメガロドンがちょっと溶けるのが早かった感じがしたから、攻撃力が高いか出血があるかどっちかだけど、多分ね、なんか出血ありそうなんだよな。で、いつになったらこいつ食わせられんの。全然腹減らないんだけどこいつ。ちょっと夜になってきちゃった。もう ほんま腹減らんやん。うわ、出た、来た、ダークネス来たぞ、ダークネス。マジでお腹減らないんだけど。お前、キブル1個とマンタでどんだけ持ってんだよ。お前、1日持ってんじゃん。腹持ち良すぎだろ、こいつ。絶対いいちっちゃいよ、こいつ。あ、てか、胃が細いのか、こんな細長い体してっから。もう全然もう、お前、体脂肪率も足りてないだろ、こんなの。おい、なんでお前、お隣さんに回覧板回しに行ってる間にもまだお腹空いてねえんだよ。どんだけ腹持ちいいの、お前。食細いだろ、お前。これ町内会の集まりいけるんちゃうか、これ。もしかして終わる頃にはお腹空いてるやろ、さすがに。まあ逆に俺の方が腹減りで死んでそうだけど、そんなことしてたら。夜が明けたんだけど、まだこいつお腹空かないんだけどさ、なんかおかしくない？ちょっとトラック王とかで調べてもさ、ほら食料値減ってねえんだよこいつ。なんかおかしくねえか、これ。なんかバグったかな、さっきマンタを襲った時に。なんかバグったとかなんかあんのかな。ちょっとさ、危険かもしんないけど、これ一発ぶん殴ってみてリセットしてみよっか、一回。ちょっとそれやってみよう。よいしょ。あっと、待った、なんかやばい、 なんかついたぞこれ。出血かこれ、わかんないけど、なんか出血っぽいのついたぞこれ。あー、なんか、あー、継続ダメージ受けてるね。追ってきてる。うわ、いた、あんなところに。ちなみになんだけど、この状況下だともう、まだ大丈夫だ。ちょっと待って、なんか、は？お前、陸歩けんの？お、陸歩けんの、お前。知らんかった。お前、陸歩けるんか。なんか襲っ、待った、モスコプスが襲われてる。ちょっと待って、行って。自分より弱い立場にいる生物は積極的に襲いに行くっぽいね。さっきからドードをめちゃめちゃ殺してるんだけど。あ、待った、ジゴビスがなんかに襲われてる。マンタか。
畜生、よくもやってくれたな。あぶねあぶね、気づいてよかった。ちょっと怖いからこの辺りにいてくれ。うん。顔出しながら。ちょっと顔出ししておけ、顔出し。うん。顔出し実況しとけ。さて、戻ってきたが。いや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 。そんなことあります？絶対おかしいってこれ。こんなにボゴスかぶん殴っといて、テイム効果 100% でね、さ、めっちゃ懐いてるっておかしいんだって、こんなに。どんだけドマズなんだよ、こいつ。ちょっと待った。いや、このクロノサウルスちょっと一回放置して、別のクロノサウルス探してみるか。さすがにちょっとおかしいって、これは。明るくなってきたし、ちょっと、1時間ばかし、いや、1時間か2時間ばかし、ちょっと、海の中駆けずり回って、探してみるわ。って、あ、いたわ、クロノサウルス。いたいたいた。50レベ。プロトステガが襲われている。え？ちょっと待った。うーわ、久しぶりに見た、ラグナロク。マジか、ダンクルいたわ。うーわ、久しぶりに見たんだけど。え、下手すると、どのアクアリアモッドの生物よりも、久しぶりに見たんだけど、あいつ。20レベだけど。ちょっと、高レベいたら、俺今間違いなく、こいつのテーマに切り替えてたんだけど。うーわ、なっ懐かしい、お前久しぶりなんだけど、マジ。いや、マジラグナルク湧いてねえんだよな、ダンクローステーズ、本当に。元気してたかよ、お前。とりあえず、あの、プロトステガ先輩がなんか、殺されるまでちょっと待ちますか。いや、便利だな、本当に。うわ、電球なぎ今来た。無駄、無駄、無駄、無駄。やっぱりあれだね。俺とかには襲ってこないね。体の真ん中あたりにカーソル合わせないとうまく上げらんね。しかもお腹の下あたりから。オッケー、いったわ。なーんかさ、こいつも食料値が減ってる気がしない。ちょっと待てよ、なんかバグってるかな、クロノサウルス。これってなんかお腹空かないようになっちゃってない？それともあれかな、敵を襲ってたからっていうのもあんのかな。もう、いや、もう一回ちょっと別のクロノサウルス探してみよう。もう一回。おお、マックスレベルのクロノサウルスじゃん。え、ここどこ？ちょっと待って。あー、なるほどね。ちょっと待てよ。いやー、いけるかな、今度こそ。今度こそいけるかな。さて、今度こそうまくいってくれよ。っていうかね、あの、なんだろう、連続で餌をちゃんとあげられるかどうか確認したい。これバグってんだったらさ、諦めるからさ。まあ、要は、なんか戦闘とか、そういう野生の死体を食べに行ってしまったことによって、なんかその、テイムがバグってしまったのか、それともただ単純にクロノサウルスそのものがバグってんのかっていうのはちゃんと確認したいよね、このタイミングで。いや、でも、しかし、マックスレベルのテイム、やりたいな。いや、ちょっと待った、まずね、これバグかどうかを確認する前にちょっと調べてくるわ、俺一回。ちょっとテイム前に異例のことなんだけど調べてくるわ、いつものちょっと情報サイトで。ちょっと調べてきました。で、まず分かったことなんだけど、どうやらクロノサウルスはなんか攻撃されてもこのテイムが中断されないらしい。なんかこのテイムのこのなんだろう、このゲージとかがなんか失われないらしいんだよ、ダメージとかを受けても。だから、要はこういう風になんかもう何時間も何回も攻撃受けてるにもかかわらず、こういう風にちゃんとテイム値は維持されてるらしい。うん。だから、テイムは結構楽っていうのは多分ここから来てるんだと思う。ただ、食料値が全然なんかこう減らないっていうのは謎。うん。なぜ減らないのかちょっとよくわからない、俺は。あれからもう3、40分経ったかな。未だにね、食べさせられないね。いや、ちょっとこれはさ、さすがになくないか？これ塩なのかな？要はキブルを食べさせてるからこんなことになってるのか、それとも何らかのバグ？どっちなんだろう。いや、この例えばなんだけどさ、超級キブルだとさ、腹持ちが良すぎるみたいなことある？なんかこれ、あ、そうだ、クロノサウルスちょっと調べてみたらレギュラーキブルなのよ。レギュラーキブル、確か青色のやつかな。まあ、そんなに高級なキブルじゃなくてもよかったらしいのよね。うん。なんだけど、それなのにこれ使っちゃってるから腹持ちが良くなりすぎちゃってるのか、
それともただ単になんかバグが起きてるのか。でもさ、1も減らないなんてある？てかあれだよこれ、130レベル？もうゲーム内時間で言ったら2日前の昼か夕方あたりにさ、餌をあげ始めたやつがまだお腹空いてないんだよ。こんなことあんの？と申し訳ないんだけど、さすがにもうこれ以上こんなところでずーっとただただこうやって浮かんでるだけってのももう嫌なので、ちょっとテイム中断しますわ。もしあのなんかこのモッドをやってて詳しい人、まあいると思うんだけど、その人いたらなんかちょっと教えてくんない？これはバグなのか、それともクロノサウルスはこんなもんですっていう話なのか、どっちだこれは。うん、ちょっと分かる人いたらぜひちょっと教えてほしい。あと分かんなくてももしかしたら原因これじゃねっていうのがなんかあったらちょっと教えてほしい。最後に一応クロノサウルスについていろいろ調べたから、その調べた事柄だけ述べよっか。実際にちょっと乗り回して教えてあげられないけど、まずクロノサウルスに関してなんだけど、攻撃が2種類あって、普通の噛み攻撃と、あとスラッシュバイトって呼ばれる、まあちょっと鋭く噛むみたいな攻撃があるらしいんだよね。うん、この2種類がある。でスラッシュバイトの方法だと、まあ出血ってわけじゃないけど、なんかあの負傷かな、負傷、ウォーンドって書いてあるから、負傷ダメージっていうのを与えて、まあ要するに出血のちょっと弱いバージョンみたいな感じでどんどん体力を減らしていくっていう攻撃、まあさっき何回も食らったね俺が、まあそういう攻撃をされるらしい。でもう一つ、あの方向だね、まあアクアリアモッド特有のあの方向、まあウォーンって泣けるらしいね。まあちょっと泣いてるとこ見れないけど、でその他の特性としては、まずまあはい感電しないと、はい感電しませんはい、まあクラゲに耐性があるってことですね。はい、であとさっきちらっと言ったけれども、テイム中にダメージを受けてもそのテイムゲージはまあそのまま維持される、減ることはないっていう、テイムボーナスもそのまんまっていう、だからまあこういうのがあるから要はテイムが一番簡単なんだなっていうのはなんとなく分かった。で一番ちょっと面白いなって思ったのが、まあ陸上に移動することができると、まあさっき野生の時でもなんか道路を襲うためになんか結構陸に上がってたけど、なんか水中で交尾しないといけないらしい。要はブリーディング自体は水中でやんなきゃいけないらしい。赤ちゃんがまあ陸に上がっちゃうと死ぬらしい。まあここら辺はあれだよね、あのベールゼブホ、カエルちゃんと一緒だね。カエルちゃんもほれ、赤ちゃんの時は陸に上げちゃいけないじゃん。だから水中で全部やらなきゃいけないじゃん、ブリーディングって。だからそれとなんか似たような感じなのかな。うん、であとまあちょっとした特性として、まあ今こんな感じでになってるように水面を基本的に泳ぐらしい。深いところに潜ってるのはなんかまあ狩りをしてる最中らしいんだけど、まあそこら辺はよくわからんわ。うん、上げらんないよね。うん、いやー、じゃあというわけでまあちょっと俺は帰りますわ。もう